こんばんは、満月堂のみょんねえです。今朝の朝立ち観測、それから知恵警備、持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。3つの課題の詳細とふんどしパンツ屋さんのショップの URL に関しては動画の最後で説明しているし、この動画の下概要欄、細かいタイトルの下、細かい文字のもっと見るのところ、ピッとストピューで全部出てくるので、そちらもチェックしてください。さあ、今日のテーマはセックスに失敗するのは普通のこと、当たり前だよ、むしろ思い悩む方が良くないよっていうテーマです。立たない、中折れしてしまった、うまく挿入できない、などなど、セックスが思うようにいかないと男性としてはどうしてもさ、思い悩んじゃうよね。実際に LINE でもね、そういうね、立たないんです、彼女とやるときはうまくいかないんです、最後までいけないんですっていうね、質問多くいただくんですよ。そういうね、セックスのいわゆる失敗というものがトラウマとかプレッシャーになって、心因性 ED につながってさらに立たなくなるっていうね、このね、悪循環に陥る方もまあ結構多いんですよね。で、そもそもなんですけども、セックスに失敗するっていうことはそんなに珍しいことなのか、悩むことなのかっていうところをね、この根本の意識を変えると、もしかしたらですけど、楽になってプレッシャーを感じずに済むかもしれません。ということで、今日はですね、いろいろなセックス失敗談を共有しつつ、セックスに失敗することは普通なのでプレッシャーに感じなくてもいいよっていうね、データなんかをね、紹介していきたいと思います。結論から言うと、みんな意外と失敗してるんです。セックスに失敗することは特に恥ずかしいことではありません。思い悩むとかえってで、さらに失敗するというね、悪循環になるので、そうなる方が注意が必要です。ではスタート。はい、さっきね、心因性 ED って言いましたけど、この心因性 ED とストレスの関係性についてお話をしたいと思います。心因性 ED というのは、精神的なストレスとかプレッシャーから ED を発症することなんですね。で、そのストレスがどういうことかというと、現実心因によるストレスと深層心因によるストレスっていう2つに分けられるんですね。現実心因によるストレスというのは、仕事とか上司からの圧力、それから経済的不安なんかですね。で、2つ目の深層心因によるストレスというのは、心の奥底にあるコンプレックスとか怒りとか苦しみから来るストレスなんですね。この中に過去の性行為の失敗も含まれるようです。特に20代などの若い世代などはですね、性行為にやはり経験が浅いじゃないですか。なので、性行為に不慣れなことによる緊張とか自信のなさって、まあ考えられますよね。じゃあ、セックス失敗談、みんなどういう失敗やってるんだろうって、普段はなかなか話さないじゃないですか。ちょっと探してきました。セックスの失敗はね、分類するとたくさんあるんですけれども、中でもよくある男性側の失敗としては、緊張して萎える、緊張して中折れしちゃう、それからコンドームがつけられない、焦っちゃったりとかしてうまくつけられなくて、その結果萎えてしまう、それから入れる場所がわからない、間違ってお尻に入れそうになる、これもありますよね、若い時ってね。それからおちんちんが大きすぎて入らない、興奮しすぎてすぐに行ってしまう、挿入前に発射しちゃう。なるほどね、みんなあるあるだよね。それから力みすぎておならなどをしてしまった、あー、こういうのもあるよね。それから変な体位をしようとして足がつった、本人真剣だけど、笑っちゃうけど本人真剣ですよね、などなどの声が多かったようですね。で、実はセックスの失敗って意外に多いんだよっていう結果も出てるんですよ。とあるウェブメディアの調査によると、20代から40代の男女500名にアンケートをしたんですけれども、エッチの時に挿入がうまくいかなかったことってありますかっていう質問に、あると答えたのが 57% だったんですよ。もう半数以上ですよね。だってそりゃそうですよ、
最初や経験が浅いうちはどこ何がどうって分かんないじゃないですか。あとね、女性側へのアンケートでも20代から40代の244名に初めてエッチをするときに最初から挿入できましたかっていう質問をしたところ、できたっていう方が135人、 55% だったんですね。ということはできなかった 45% が最初から挿入できなかった。でもこれも当たり前なんですよね。かつ男女が初体験同士とかだったらもうより一層ですよね。このデータだけ見ても男性にとってはね、安心要素の一つになるんじゃないでしょうか。でもし男性側が初めてだよで、女性はまあ経験あるかどうかわかんないけど、初めてだよって場合は、それをね、自分かっこづけずに、自分初めてだからうまくできないかもしれないっていうのをきちんと伝えるっていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。じゃないと男性がうまく立たなかったり、緊張して立ってないだけなのに、そして緊張して入れられないだけなのに、どこがどうか分かんなくてできないだけなのに、それをさ言わないでいると、相手の女性も経験が浅かったりすると、私が良くないからこの人立たないのかなって、私の感度、私の体に感じないかな、うまく最後までできないのかなとかってね、思っちゃいがちなんです。マジでガチで、普通に思っちゃうんですよ。なのでちょっとすごい緊張するとすぐ行ってしまったりとか、逆に緊張すると立たんかなかったりとか、うまくいかなかったりとかあるかもしれないけど、何卒ご了承、一緒にチャレンジしてもらえると嬉しいですっていう感じで、1回目だけじゃない、脱童貞の時だけじゃなく、常に言っとくといいです。あとね、付き合いたての時って緊張するじゃないですか、何歳になってもね。で、付き合いたての初めの頃とかは特に言っとくといいと思います。中高年になった場合も、最近こうでちょっと立ちが悪い時があるんだよねっていうこととかを言っとくと、円満です。はい。でね、実はね、女性は特に失敗を責めないっていう傾向にあるので安心してほしいんですよ。仲折れした時に女性がどう思ってるかっていうデータがあるんですけれども、1位が疲れているのだろうと思った 44.8%、 2位自分に魅力がないのではと不安になった 28%。 ほら、もうすぐそう思っちゃうんです、女というのは。だからね、ちゃんと説明をしておくのが大事です。3位、仕事などでストレスが溜まっているのだろうと思った 25.2% と、むしろ男性の健康を気遣うっていう本音がね、上位を占めたんですね。なのでそのね、健康を気遣う優しい女性の心を傷つけないためにも、実は緊張するとこうなりがちだっていうのをちゃんと説明、事前に説明をして、私のせいでこうなのかな、私に魅力がないからかなと思わせないようにするのが本当のいい男ですからね、お忘れなく。で、がっかりする、残念な気持ちになったが 17.5%、 情けない男だと思って、こんなことを思う女がいるんですか、 2.8%、 セックスしたことを後悔、 3.1%、 もう別れようと思った 2.7%、 嫌悪感、ちょっとなんか読むのもあれですけど、嫌悪感を抱いた 5.1% などなど、男性を責める意見は少数っていうかね、こういう悩む必要はないと思うし、こういうことを、まあ、思う方もちらりとはいるかもしれませんが、思ったからといってこれをね、こういうことを口に出してしまうような女性っていうのは、もう即お別れした方が良いですね。相手の気持ちをおもんばかることができない相手といると疲労しますし、傷つきますし、いいことないですので、お気をつけください。ただしこういう気持ちになってしまったり、こういうことを言ってしまう、パターンもあります。そしてそれが原因が男性側にある時もあります。それはなぜかというと、何度も何度も何度もチャレンジしても毎回うまくいかない。それが1回2回だったらまだしも、5回10回チャレンジしてもうまくいかないっていう場合、そしてかつそれだけだったらまだですよ、じゃあ次一緒に頑張ろうねとかって話ができるんですが、何回やってもうまくいかない、かつさっきも言った男性側が自分の事情を話さないという場合は、なんなんこいつってなってもしょうがない場合があるので、女がちって
になる場合もあります。だってさ、女性も、一緒に楽しみたいなと思って女性側もたくさん努力をしますよね。でも何回やってもうまくいかない。かつ自分、男性は知ってますね、自分が立ちにくい傾向にあるとか、緊張しちゃったらこうなっちゃうとか、緊張だけじゃなくて最近そもそも勃起力が低下していてなかなか本番で立ちづらいとかって自分の状況って分かりますよね。それを1回目2回目言わないんだったらまだしも5回6回7回しても立たずに結局毎回モヤモヤしながら、お互いモヤモヤしながら終わる。ここをきちんと事前に説明するというのは男性めちゃくちゃ大事です。女性を1回目からこういうね情けない男だと思ったとかって思うような女性はもういらないけれども、何回もそうさせてしまうのは男性にも原因があるかもしれないということで、だから最初に言っとくことが大事なんです。力説しましたがマジで大事です。これは立たないとか立つとか勃起力と機能的な問題とは別の話で、ね、コミュニケーション、そして相手をおもんばかる、相手も満足させるという面でめちゃくちゃ大事なので、心して覚えておいてください。はい、今日はセックスに失敗するのは普通だよって思い悩む必要はないよっていうお話でした。過去のセックスの失敗というのもね、ED の原因の一つになっちゃう場合があるんですよ。特に若い世代ではセックスに失敗してそれがトラウマになってさらに ED になってしまうというね、悪循環のパターンも多いんですって。立たない、入れられない、中折れするなどなどの失敗を経験している人は実は半数以上で、みんなね意外と失敗しているので安心してください。また女性目線でも男性を責めるという意見は少なくって、基本的にはそこまで気にしていない、プレッシャーに感じる必要はないというのがほとんどです。ですが女性に不安を抱かせたり自分に魅力がないからじゃないかと思わせたりしまわないように事前に自分の状況をきちんと説明しておくということはとっても大事だし、男性の紳士的なマナーとしてめちゃくちゃ大事だと思いますので、ぜひ今日からやってください。あとね、経験不足で不安な人も過去のセックスでトラウマがある人も、苦い経験をパートナーにカミングアウトしてしまうというのがねめっちゃ大事。しかもやった後じゃなくてやる前です。で、あーってこう、じゃあそろそろっていい雰囲気になってから言うとちょっと言いづらいじゃないですか。だから日頃の会話からしておく大事です。すべてオープンに話すことで気持ちが楽になってゆとりも生まれてくるのではないでしょうか。ぜひ実践して、LINE やコメント欄でご報告をお願いします。では最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって勃起に大切な男性ホルモン、テストステロンの分泌を促すことになりますので、とにかく毎日続けられることを行ってください。ジムに行く時間がなくても朝晩通勤時に一駅分歩く一駅ウォーキングもおすすめです。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、その中で足りない栄養素をサプリで補ったりとか日頃の睡眠時間、などを見直してみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。帰る時間が遅くて寝る時間が短い、朝起きても疲れが取れていない、なんかストレスが溜まってんだよなっていう方はですね、睡眠の質を見直してみてください。寝る時だけでも締め付けゼロ、これを目指してですね、パンツを満月堂のふんどしパンツに変えてみてください。パンツを変えるだけでぐっすり度、そして朝のさっぱり度が変わってきますので、ぜひお試しください。でもふんどしパンツって何？怪しいな。そんなパンツ変えたところでそんなに変わらないでしょう。そう思いの方、たくさんいらっしゃると思います。そういう方はですね、まずショップのレビュー欄ご覧になってみてください。いろんな方がいろんな角度からね、すっごいいいレビューたくさん書いてくださってるんですよ。私が説明するよりもレビュー見た方が早いっていう感じなので、ぜひまずご一読ください。質問お悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。セックスの失敗についてのお悩みなんかも受け付けております。お返事返すまで時間かかりますけれども、ご了承ください。
ください。質問お悩みない方も、先行案内限定案内なんかも LINE からしておりますので、とりあえず LINE 登録してグッドマークを押しておいてもらえると、私もグッドマーク押し返します。インスタツイッターでは私の普段の様子とか日めくりみょんねっていう企画もやってますので、どっちかやりやすい方1個フォローしておいてください。ライブ配信は17というライブ配信専用アプリで行っておりますので、スマホに17をダウンロードして、ご自身の ID を日本語で作ってみょんねをフォローしてください。 LINE、ツイッター、インスタ、17、ショップの URL、 それから YouTube のチャンネル、それに関してはこの概要欄のところタイトルの下細かい文字でもっと見るをピッと押すとパーッと全部出てきますので、そちらチェックしてください。そしてチャンネル登録まだだよっていう方は、今すぐチャンネル登録してみょんねを応援してください。した？今押した？押した？本当に今押した？ OK、 えらい。次の動画まで3つの課題とチャンネル登録、グッドマーク忘れずにやってきてね。満月堂のみょんねでした。バイバーイ。